お願いします。世界で戦える選手まで成長したなってすごいそのなんか過程を見させてもらったなっていうのを思いますし、あともうねなんかサードからリードになって、うん、リードのポジションをすごい極めていてでなんかお互い背小さいじゃん、同じぐらいね、なんか自称ねチビブ、チビブ、チビブ、ゆうみちゃんとね3人でチビブを、うん、でなんか体小さい中でもすごいなんか、うん、自分のこうパフォーマンスを最大限に発揮している選手だなと思います。ゆみえちゃんは本当にソルトレイクの選手、うんうん、の時から見ているから、うん、でもその時はそれがゆみえちゃんが戦ってるのがどれだけの大きさのものかを知らずの知らないぐらい小さい時から見てたから、あの自分もこうなるんだっていうふうにはなんか思ってたんだけど、こんなに難しいことだとは思わないぐらいすごい自然に、まあ、ところにこうやってオリンピックに行ってる選手が身近にいてくれたことがまずすごく見本として手本としてこういう道があるって示してくれたのもゆみえちゃんたちだったし、それがまだゆみえちゃんがまだこの場にいてくれるっていうことがどれだけ幸せなのかって、私もこう競技者として年齢を重ねていって続けることがどれだけのことだ難しいことだっていうのを体験して今実感しているからこそ、あのすごい選手だなって本当に年々改めて思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、私はアイス内では、まあ、リードというポジションなのでこうなんか自分からこうまずはアイスが読めるような状況を作り出していくっていうところです。はい、アイス外では、まあ、会計やっていて、まあ、お財布の管理をチームの中でやってたり、あとはなんか唯一車庫を持っているのであの在庫管理とかしてます。はい、アイス内ではあの割とバタつきがちなお姉さん方をあの止めるというか落ち着いてっていうあの一言を発するような役割と、アイス外ではあのちょっと時間にルーズなお姉さんたちを仕切るスケジュール担当をやってます。しっかりもう思い出そうだ、アドミックス杯は割とね7月とかに開催することが多くて、うん、もう本当にシーズン始めなんですよ。なので練習なしのいきなり大会ってこと、うん、みんな下手くそなんだよみんなチームプレーもありながらも、うん、結構ねでもどんどんやっていくうちに上手くなって、うん、いい勝負が、うん、できるっていう、うん、なんか本当もうシーズンの始めはアドビックスって感じがします、うん、はい、 いや本当に同じく7月は本当に全チームがちょっとカーリング自体あやふやなままちょっとあやふやになってる感じで、でそこからまあ本当にカーリング選手同士チーム同士が久しぶりに集まる場っていうところでもすごい楽しいなって思ってます。本当ドーキンクラシックも、うん、たくさんの人たちが集まってくれるようになりましたし、本当海外勢もね来るようにもなったりとか、うんしてすごいレベルも高い大会で、で、まあ、ドーキンクラシック特になんかマグロの解体ショーとかすごい特別なことをやってくれたりとかして、あとなんか大会の中でも交流を深められるようなイベントもあるので、本当にいろんな会場でできるようになって触れ合いが増えるといいなと思ってます。はい、本当にこれからその
海道内でそういう大会が増えて、その海外チームが北海道ツアーをこう転々として一緒にツアーを回ってくれることによって、日本自体 の、 そのレベルアップにもなりますし、海外チームもこういう、日本のチームはこういうアイスで強くなってってるんだっていうのを、日本だけじゃなくて北海道だけでもなくって、その海外も含めて一緒に成長していける場としてもっと増えていったらいいなと思います。アルゴホールは本当になんかアットホームな感じがして、すごい行くと落ち着く、もうなんかずっと長居できるんじゃないかって思えるぐらいの空間がたくさんあって、でなんかその中でもちゃんとなんかウォーミングアップスペースとか、ミーティングができる、カーリングの競技だけじゃなくてそれ以外に必要なところもちゃんとあのコンパクトの中に取り入れていて、すごいなんか、新しいスタイルだし、ああいう地元の、ね、なんか雰囲気っていうのがすごい出てて、そういう施設もあっていいなと思いました。アルゴリンクとは対照的に道銀は、道銀のスタジアムはすごいアクセスがいいので、遠方からの人、お客さんだって今はちょっと無理ですけど、遠方から来るファンの方が多いなっていうイメージで、それはそれですごく久しぶりに会う顔だったり、みんなが来やすい場所だなっていうふうに思います。本当に理想はなんかカナダのように、本当毎週末ツアーがあるっていう状況が理想かなと思っていて、本当にもう転々としてこう強化できるっていうのだったり、あとなんかいくつか大会があって、もう選択しながらレベルに合わせてどの大会に出るっていうのだったりできるようになるぐらい、もうなんか選手が増えたり。もう施設が増えたり、もう環境が整っていくことが理想です。はい、まあ、理想で言うとカーリング選手っていうものが職業、当たり前の職業になってほしいなっていうふうにはすごい思っていて、まあ、カーリングがもっと強く、自分たちの力で強くした後に、まあ、今ジュニアで頑張ってる子たちが本当に職業選択っていう選択を迫られた時に、カーリング選手っていう枠が自然にあるような時代が来ればいいなと思ってます。一個いい怖くない、なんか石和紙を渡って、ね、叩いて渡るタイプって聞いたことあってて、うん、叩かずに渡ったことある、逆に。あ、でも年々、うん、石橋を叩く回数は減ったなってすごく思って、うんうん、やっぱりやってみないと分かんないことの方が、うん、まあ、こういう状況になったからこそ、なんかすごい柔軟にやらなきゃいけないことが増えて、叩いてたらもう時間ないなっていうそのうちに状況変わっちゃう。私もう競技人生も、その先を考えた時に、この第一線でプレーするっていうのが続くわけじゃないなって思ったら、パンって叩いて、うん、あ、大丈夫そうって思ったら、うん、行くようになったかなって変わったね、ちょっとずつ